毎日配信をね、再開しました。えー、p o t i f y 向けにミュージックトークという形で音楽とトークを配信している。サウンドトラックマイカップオブティという番組ね、さっきあの、配信しました。で、内容としては今日ね、オーディオドラマかなオーディオブックというよりはオーディオドラマなんですけども、エイリアン、エイリアンシリーズのね、エイリアンの、エイリアン1とエイリアン2の間の話っていうのがね、 あとから小説化されてたようで、1910、1917年かな ?2017 年に書かれた、エイリアンの35周年記念でね、エイリアン、国空の影、まあ、アメリカの現代はエイリアン、アウト・オブ・ザ・シャドウズですけども、が、えー、書かれたようで、小説ね、えー。それもね、小説自体もすごく評判が良かったようなんですが、これがオーディオドラマ化されていて、オーディブルさんがオーディオドラマ化したみたいで、 これも評判良かったんですね、今見たら。で、それの日本語版もありまして、それを聞き始めたら結構面白くて、えー、何が面白いかっていうと、普通のオーディオブックはね、慣れた一人の方が、まあ、本を読んでいく。で、その時に、まあ演技、演技というかね、演じる感じもして、まあドラマっぽいところもあったりするんですけど、基本だけど一人でね、 えー、で、中にたまにね、男性と女性で、まあ、やることもありますが、まあ、多くは一人の方が、まあ、男性であっても女性であっても、ね、登場人物がね、一、えー、人の方が話していくっていう場合がね、多いかなと思うんですけども、まあ、オーディオドラマは複数の役者さんっていうかね、で、これ、ただ、アメリカの、もともとアメリカのね、そのエイリアン、虚空の影は、7人の役者さんが参加してて、で、音もね、映画のような、 もう、銃、銃撃のシーンだったら銃の音がとかね、爆発の音がとかそういうのがあったりするんですけど。で、これの日本語版も、まあそういう音はいいんですけども、3人の役者さんがね、えー、使い、声を使い分けて演じられている感じですね。まあただ、今、途中まで聞き始めたところ、まあ第3章まで聞いたところですけども、違和感は全然なくて面白いですね。ちょっと映画を見ているかのような。まあちょっとあの、想像力がだいぶいりますけどね、映像がないので。 ただ映像がないけども、ええー、こういうのが結構好きというか。まあもちろんね、あの映画とかも面白いんだけど、まあずっと見てなきゃいけないじゃないですか。<laughs> まあただね、自分ね、結構仕事しながら音だけ聞いてることも多いんですけど、ただその映像作品を音だけ聞くのと、もう音声のために、だから映像がないことを前提に作られているコンテンツとはやっぱりね、 要は画面見てなくても分かるように作ってもくれてるので、あの、非常にあの、楽しみやすいです。<laughs> なんかしながら。なので好きなんですよね。で、そんな話をですね、あの、ザサウンドトラックで話したんですけども、で、曲をね、毎回流してるので、まあ、エイリアン繋がりで、<laughs> エイリアンにちなんだ曲を4曲選んで配信してますが、そのザサウンドトラック毎日配信してますけども、ちょっと難点としてはね、難点というか自分のせいなんだけど、スマホだけで録音、 編集、編集って言ってもちょっと不要部分のカットですけども、録音編集、配信までしちゃってるんですね。で、配信するときにタイトル入れて、説明文のところがね、入力しにくいんですよ。スマホだけだと。開業もできないし、リンクとかも入れられないし、で。で、パソコンから編集すると、あの、リンク入れたり、改行入れたりも全然できるんだけど、スマホからね、編集しにくくて。で、音楽付きのバージョンをスマホだけでも配信しちゃってます。 その後ね、えー、パソコンに行って、音楽なしのバージョンはね、パソコンの方から、えー、再配信みたいな形してるんで、その時はね、説明文ちょっとリンク入れたりとかできるんですけども、基本その、メインと考えている音楽付きので入れれなくて、で、ふとこの、マイカップオブティーのミニで、リンク付きで同じ話してもいいかな、というふうに思って、えー、今話しているとこです。 <laughs> なので、あの、説明文のところにリンクとかね、そのオーディブルの、えー、オーディオ、ドラマのリンクとかね、貼っておきたいと思います。この、ミニはね、あの、リッスンっていうサービスからアップロードしてるんですけども、このリッスンがね、この説明文を編集しやすいんですよ。YouTube 埋め込んだりとかもできるからね、写真も貼れるし、非常にあの、編集、まあ、編集とか追加情報入れやすくて、しかも、他のポッドキャストへの言及をリンク貼るとね、 リッスン内で向こうに通知してくれたりとかもあるから、なんかそうリンクで繋がりやすい感じがね、あの、気に入っている部分でもあるので、そういうのがある場合はこっちのミニに乗せてっていう感じでね、使い分けていこうかなというふうに思ってますが、しかしこのエイリアン、そのエイリアン1とエイリアン2の間はね、57年空いてるんですよ、物語上ね。で、その後エイリアンの中で唯一生き残ったリプリーがね、 ハイパースリープ。まあ、っていう、何やる。睡眠ですよコ。コールドスリープ。<laughs> ハイパースリープで57年間経って、目が覚めたところからエイリアン2が始まるんだけど、実はその間にも一回目が覚めていて、一つエピソードがあったっていう話が、このエイリアンの国のおかげで。で、そこでエイリアンとの戦いでもあり、まあこれはエイリアンの最初のね、 エイリアン、1979年でしたけども、そのエイリアンでもありましたが、AI、アンドロイドとの戦いでもあり <laughs>、いうような感じで、どっちが本当の敵かみたいな感じもあってね、えー、まだまだ途中なんで、どんな結末になるか。で、結局また一人になって、エイリアン2に繋がっていくんでしょうけども、だから結末は分かってはいるけども、面白いですねは。結構テンポも良くって話の。 なかなか面白いですね。なかなか、あの、エイリアンもね、実は去年かな、最初から見直したんですよ、一回。エイリアン1からね。で、最新の、なんか、何でしたっけ新しいやつあるでしたっけプロペテウスだっけ <laughs> その辺も含めて、ね、ざーっと見返したんで、それもあってね、ちょっと今、話をまだ覚えているので、すごく楽しめてます。で、日本のは、そのエイリアンシリーズ、のこの、新しいね、国の影しかないんだけど、 海外のね、オーディブルを見るとね、それこそエイリアンの最初のやつとかのノベライズとかはね、まあこれはナレーター一人だからオーディオブックな感じだったりすると思うんですけども、シリーズ結構ありまして、14冊もあるエイリアンシリーズ。関係ないのもあるのかな関係ないのもあるかもしれないけどエイリアン3とかもあるな。だから、ね、日本でもちょっとそういうのをエイリアンちょっと増やしてほしいな。 っていうか、このドラマ形式なのを増やしてほしいなと思うんですけど、こういうオーディオドラマってね、日本やっぱりちょっとまだ少ない、まあなくはないですよ、なくはないけど、まだ少ない感じもあるので、もっと増えてほしいなというふうに思ったりしてます。ということで、ミニの割には長くなってしまいましたが、ポトフでした。じゃあね。